げえ。あれが通信衛星？わあ、なんか光ってるよ。また切り替わります。うわ、今度はどこかの遺跡かよ。大陸南東部にある樹海遺跡のようだ。来るぞ。あくさ、シャアの展開。フェリーだ、先生も頼みます。うら、よかろう。改めてお主らの成長ぶりも見せてもらうぞ。飛竜、不思議な息吹ですが、かなり手強そうです。どうやら再現されたっぽいが、気を抜かずにぶちのめすぞ。頼みます。呪いぜ、くらいな。良い度胸だ。先生、ご剣よ、切り刻め。上等だ。頼みます。おお、切り裂け。よし、かなり効いてるぞ。この調子で一気に叩くとしよう。遅く逃がしません。ベルガルドさん、頼みます。ゴーテンスプーン客。適正対象オールクリア。なんとかなったか。たく、序盤からあのレベルが出るとはな。その割には二人とも危なげがないではないか。私の留守の間にもさぞ功夫や修練を積んだようだ。特にフェリー、背も少し伸びたようだし、見違えたぞ。ミリジュくらいですけれど。そういうベルガルドさんの方こそ、去年よりさらにみなぎっているような。うん、いろいろ見習わせてほしいです。いや、お前のウェイトじゃあんまり参考にはならねえだろう。東の辺境に行ってたそうですが、本当にいろいろあったみたいですね。
お主らほどではないがな。庭園の主に赤黒木正興、よくぞ試練を乗り越えたものだ。はい、課題もいっぱいできちゃいましたけど。ああ、その意味では今回の誘いも渡りに船とは言えるかもしれねえな。マルドック社が開発した画期的な新方式のシャード戦術、そいつの実戦訓練をどういう経緯で先生が誘ってきたのかは分かりませんがね。じきに分かるだろう。それではこのまま行くぞ。ウラ、第二セクターの攻略を開始します。ったく、新規シャード戦術せいぜい活用させてもらうとするかね。片付けるぞ。了解です。そら、ほらよ、そら、崩れたせい、そら、そら、ほらよ。はっ、群れてやがんな。ここはスタンを狙ってシャード展開するのがいいかと。それで行くとしよう。敵の群れ相当します。なんとか片付いたか。それにしてもやっぱり息吹は感じませんね。仕留めた時の感触なんかはすごくそれっぽいんですけど。ああ、この背景と同じだな。 MK が手掛けたマシナリーを空間投影で偽装してるんだろう。さらにシャード技術によって本物同様の手応えを再現したようだ。無駄に凝っている。とはいえここまで来ればあっぱれとも言えるが。確かに訓練向きですが、ちょっと健全ではないような気も。死の子の言う前にまずは試しを超えてみせればいい。ま、ごもっともだ。この調子で進めていくぜ。新型戦術を含めたシャード戦術、適宜試させてもらおうか。よろしく頼みます、ゼバさん。バン、それにフェリーダもな。ウーラ、言われずとも。ウーラ、承知。あいつが悪かったな。ウーラ、決まりましたね、バンさん。
ちなみに先生がなぜかこの MK 本社に俺たちを呼んだこと、それも俺たち全員じゃなくリゼットを含めた3人をってのも含めて、その背景についてはまだ教えてくれなさそうですね。さすがにちょっとびっくりしちゃいましたね。共和国の首都から車で10時間かけてこのオレド自治州まで。リゼットさんやお兄ちゃんの職場なので前から気になってはいたんですけど。それについてはこの後のお楽しみと言っておく。お主らが試練を乗り越えた暁にはおのずと明らかになろう。相手が悪かったな。お、宝箱だな。臭い切れに湿った空気、実際の樹海遺跡に入った時を思い出すな。匂いや湿度まで再現ってわけですか。マジで何でもありだな MK は。か、予想以上に使い勝手が良さそうだな。あの状態と合わせりゃさらにとんでもねえことになりそうだが、はい、これまで以上に臨機応変に敵集団に対処できそうです。できればシャード戦術のプロ、それこそリゼットさんのお手本が見たいですけど。確かにうちじゃ群を抜いてシャード制御に長けているからな。ま、その本人もここに到着するなりいきなり別行動になったわけだが、うん、そちらは私も存じてはおらぬぞ。てっきり共に挑むと思っていたが。本当ですかね。まあいい、となるとリゼットさんでもミラベルさんでもなく、お兄ちゃんがナビしてるのと関係があるの？さて、どうかな。それよりなかなか順調のようだが、スコア的にはもっと上を目指せるだろう。フェリーナはもちろんだ、君もだ。あ、でも確かに
使いどころはちょっと甘かったかも。たく、3年前の演習を思い出すが、リゼットはともかく、ミラベルの姉さんはもう一方をナビしてるってところか。ほう。よもや気づくとは。私たちの他にも誰かがテストを。ああ、本実践テストは XY2 チームのリアルタイムでの比較検証で進行している。こちらは X、 向こうもなかなかの手だれだから、スコアで遅れは取らないことだ。一体誰が。うん、もちろんだよ。は、誰だか知らねえが、面白そうな趣向じゃねえか。幸いこっちにはチートがいるからな。先生、遠慮なく力を貸してもらいますよ。ふふ、元よりそのつもりだ。ちなみにあちらも3名だが、一人はゼーマンさんとは別の教会関係者であるとは言っておこう。何？七王教会の、もしかして。いや、セリスたちではない。彼らと同格の一人、ヴァン。お主は面識があるそうだが。そいつは。どういたしましてやって面倒そうなんか来そうやで。ええ、下からです。フェイトスピナー足と推定、かなりの戦闘力かと。ああ、ここはシャードコマンドで一気に畳みかけるぞ。そちらもよろしくお願いします。よっしゃ、任せとき。つくづく楽しませてくれるな。ザイファも活用しがいがありそうや。ええ、まずはシャードコマンドを試してみましょう。シャードコマンド発動。ありがとう。これがシャードコマンド、第6世代の最新機能というわけか。おそらくブレイブオーダーの発展系、なんとか使いこなしていきましょう。サポートします。見えた、断ち切る。頼んだ、アルテナ援護する。ブリューナ起動、照射。ケビンさん、ケビンさん、こいつは効くで。ムツラハヤテ、頼みます。ケビンさん、こいつら決める。往生せいや。私の番です。頼んだ。ブリューナ起動、照射。なんとかなったか。しかし AR ってなんやねん。本物以外の何もんでもないやろ今の。ええ、全くもって同感です。どうやら MK 社の自立戦闘兵器を空間投影で偽装したものみたいですね。
VR のメルヘンガルテンも非常識でしたが、こちらの施設も同様みたいです。シュミット博士の可動式訓練施設の最新レベルを上回るかもしれません。あれもシャレになっていない難易度だったけど。それでもケビンさんのサポートがあればなんとかクリアできそうですね。砲術にしてもシャードの使い方にしても改めて勉強になります。いやー、牽制にそんな風に持ち上げられるんは恐れ多いっちゅうか。しかし王子殿下の結婚式でもあったし、ガイウスから君らのことは聞いてるからな。即席とはいえ今回は友情パワーで乗り越えるとしようや。個人的に君たちがこの後どこに向かうかはちょいと気になるけど。それは、お察しのように俺たちはある筋から非公式に招かれています。政治的配慮で一度この地を経由して某国に向かう予定でして。やっぱりかって、いやいや、灰色の騎士、帝国の英雄があの国にとかオフレコと違うんか。大戦から3年、俺の肩書きを覚えている人も少なくなっていそうですし、それに ガイウスの同僚でエステルたちの友人に隠す必要を感じないだけですよ。光まとう翼の力になってくれたお礼もどこかでしたかったところですから。リーンさん、いやー、もう降参や。むしろアマちゃんとは真逆やな君は。備えに切り込まれたら俺の方かて事情ある程度は。ああ、何でも必要教会内で大変なことがあったみたいですね。天霊賞と風星賞の双方を揺るがすようなお披露目があったそうですが。そういや、この子は元帝国軍情報局の。ふむ、 MK と教会の技術提携の話もそのあたりがきっかけというわけですか。察するに報告が非公式に運用しているあの特務艇の次世代艦なども。ちょストップ、それはあかん、めっちゃオフレコやから。アルティナ、あんまり立ち入ったら失礼だぞ。ああ、つい古巣での癖が抜けなくて。灰色の騎士と元パートナー、教官と元教え子でもあるらしいけど、トールズ7組ガイウスから聞いてた以上みたいやな。さすがの守護騎士の兄さんもタジタジみたいやな。噂しか聞いてへんけど、聖杯騎士団の方はプチパニックになったっちゅう話やん。イスカリオに出し抜かれへんよう兄さんに白羽の矢が立ったのはご愁傷様やけど。そやね、セリスたち急先鋒をなだめてこっち来たのも正直めっちゃ大変でな。ってだから姉さん、部外者のくせになんで俺らの内情に詳しいねん。大陸辺境の方言でしたか。リンさんの同窓生にもいましたね。ベッキーだな。しかし2人揃うと威勢とノリが倍増するみたいだが。まあ雑談はこのくらいにして、そろそろ第2セクターを始めたってや。一応タイムも測らせてもろうてるし。おっと、タイムだけやあらへんけど。ん、それはどういう。まあ君らには言い忘れとったけど、実は俺たちの他に実戦テストを進めているもう一つのチームがいるですか。そうなのですか。さすがやな。しかも大体見当もついてそうやね。
いや、人数くらいですよ。面識はない面々のようですし、ただこの地で待ち合わせしているこちらの連れは最後に控えてそうですね。ひょー、いやはや、そこまで見抜くかい。こら、格付けデータの再更新が必要さやな。まあ、あのおひいさんの弟弟子やったら驚くまでもないかもしれへんけど。お察し通り、こっちは Y チーム、向こうは X チームとして進んでもろてる。スコアも比較させてもらうさかい。このまま決まってみてや。了解しました。攻略を再開しましょう。おう、遅れは取れへんしな。第二セクターの攻略開始します。すごいな、実在する樹海遺跡を真似たようだが。財団でも映像投影は研究されていますが、もはや異次元のレベルですね。ま、感心するのは後や。このまま一気に突破していくで。巨大建造物とはいえ、この光景は収まらなさそうですね。ああ、音と風の反響をわずかに感じる。そのあたりが壁なんだろう。君の察知能力すさまじすぎん？いやー、予想以上に順調みたいやね。この辺りでちょうど中間、
向こうのチームとほぼ同じ進行度かな。ああ、あの人が言い張る以上意外でも何でもあらへんけど。あの人、以前情報局方面で聞いた。なるほど、内戦の時に俺たちも関わったという方か。そうすると向こうについても私たちを呼んだ背景なんですね。どうして教会や他の勢力なんかも集まっているのかは分かりませんけど。おお、ま、こいつもこの数ヶ月でそれなりに成長してるってことですよ。あちらさんに負けるのも尺だし、俺たちもペースを上げていきましょうか。ふふ、心得た。補給を済ませ次第攻略を再開しましょう。どうやら区切りのようだ。整ったぜ。いつでも行ける。はるか遠くまで樹海が続いていやがるな。なんだか現実と区別がつかなくなってきそうです。そうなる前に何とか切り抜けるとしよう。最大までシャードブーストを発動。ゾックで一気に決めるぞ。ブーストチャンス、決めろよ。全力で行きましょう。ゾック発動。頼みます。こっちだ。そらそら、行くぜ。手伝います。呪いぜ。くらいな。これで決めます。いやー、とどめです。イグニスランテージ。限界突破だ。好きにはさせん。健康一滴。天地陰陽盆キラリア硬派六王将。精進あるのが。改めて攻略再開として、アルティナちゃんのその武装、今さらやけどとんでもない代物やね。まあそうかもしれませんね。シールドキャリバーという武装でして、ご存知かと思いますが、私と同期するクラウソラスという戦術核、それを財団の技術を応用して縦剣状に固定したものになります。おい、しゃべった。一応トールズの機密扱いでして、口外しないでいただけると助かります。了解や。しかし君らトールズには驚かされっぱなしっちゅうか。ガイウスのやつが少しばかり羨ましくなってくるわ。そういえば殿下の結婚式では連れのシスターの方を見かけたが、今は別行動なのか。それとも、さて
MK の姉さん曰く残り半分や。一気に駆け抜けるとしようか。ええ、行きましょう。展開する魔獣は解析済み。適宜対処しつつ進みます。任せてくれ。数が多いな。気をつけろ。さあ、これを制した。頼んだ。正々ルテン、我が立場は防ぐことはあたわず。ゴッチンレッショーデス灰の立ちルテン降臨。見たか、八王が一刀。お疲れ様です、レンさん。お宝発見や。行きます。えい、いつでも行く。やっ、はぁ、戦闘も終わりです。コンサードアタック発動、お願いします。ご安心を、私が守ります。バリアシャード多重展開、ユリット・カレンデュラ。ケビンさん、ユリット解放よ。我が深淵にてきらめく刻印よ、その輝きをもって敵を撃て。走る空の聖塔。これが真の実力だよな。お疲れ様です、ケビンさん。警戒してください。あれが終点みたいやね。向こう側の気配も近づいているみたいだ。ほぼ同時ですか。一体どんな方々が。出直してくんないよ。ランデブーポイントを確認。お見事です先生。ひょっとしたら同時くらいのタイミングか。それでは対面といこうか。なるほどな。やっぱあんただったか、不良神父。久しぶりやな、アークライド。君が来るのは先生から聞いてたけど、バルク、ベルガルド先生も通信以外では半年ぶりくらいでしたか。アインより話は聞いておる。お主が買って出たのが意外だったが、いや、お主だからこそか。買いかぶらんといてください。ベルガルドさんの元同僚、バンさんのお知り合いでもあるんですね。ああ、3年前の対戦の裏側でちょいとな、ディンゴからの紹介でもあった。そうでしたか。彼の話は聞いとるで。まあ、お悔やみは後にするとして。
そっちは正真正銘の初めましてか。クラウゼルにハーセル女子から聞いてるが、バンだ、バン・アークライド、カルバードの人で裏解決屋をやっている。こっちは助手のフェリーラ・アルファイド。よろしくお願いします。この人があの有名な灰色の騎士。こちらこそ初めまして。エレボニア帝国トールズ士官学院所属教官のリーン・シュバルザーです。こちらはアルティナ・オライオン、トールズの戦略研究室に所属しています。お見知りおきを。エプスタイン財団の帝都支部にも席を置いてはいますが。例の技術連盟絡みでパイプ役でもやってるってわけか。どうしてそれを。フィーから聞いていた以上に表裏の事情にお詳しいみたいですね。少しばかり鼻が利くってだけさ。しかしあんたみたいな真っ当なのが MK の訓練に付き合うのは意外だったが。いえ、最先端のホローとシャード戦術、今後の戦術分野でも避けては通れないでしょう。一教官としても個人的な修行の意味でもなんとかついていきたいというだけですよ。はっ、そうかい。そういや先生は末弟子の関係で彼と面識があるんじゃないですか。残念ながら直接はなかったな。かつて内戦の折に文を残したことはあったが、ベルガルド・ゼーマンだ。あの時とは違うな。だがよろしく頼むぞ、ビーン。こちらこそお目にかかれて光栄です。ガイウスがお世話になりました。伺った話では自分の老師とも。だがそれは後ほどとしよう。カシム殿、ミラベル殿も待たせた。急ぐわけでもなし、存分に話してもらって構いませんが。ああ、いたの、お兄ちゃんたち。改めて非常識な技術ですね。使ってる側が言うのもなんやけど、まあ同感や。それより兄さんたち、これが実践テストっちゅうのを忘れとるんやないやろうな。テストには仕上げが不可欠やろ。まさか XY 双方で手合わせを。それも検討しなくはなかったが、今回は別の思考を用意させてもらった。では入ってきてもらおうか。かしこまりました。やれやれ、やっとかよ。リゼットさん、着替えたんですね。そっちの姉さんもだが。なるほど、 MK の夏服ってわけか。ええ、新型戦術の指南と合わせて先ほど着替えさせてもらいました。気温の変化には鈍い方ですが、やはり清々しい気分にはなりますね。そうやろそうやろ、ほれ所長さんももっと褒めたらな。いいんじゃねえか。涼しそうだし、タイも洒落てるし。はい、かっこいいし素敵です。ありがとうございます。すみません、お騒がせしまして。いいってことよ、こっちは邪魔させてもらってる身だしな。よかったらこの後飯でもどうだい。もしくはザイファの ID 交換あたりでも。っておい、はあ、相変わらずですね。久しぶりだな、ビン。アルティナも去年の年末ぶりくらいか。それ以外は初めましてになるんだ。自己紹介は後にして、そろそろ仕上げを始めるとしようぜ。
XY 合同チームの実戦テストのな。私の方も今しがた新型戦術の実戦シミュレーションを完了しました。出航 SC としての新たなスキルを確認していただけると。久しぶりに会ったかと思えば、いつの間にか武装も新調してますし。まあそれはこちらも同じだが、しかし人数的な条件を考えると。ああ、教官殿がそっちに入るか、もしかしたら。うん、改めてお主らの成長ぶりを見せてもらうとしよう。特にヴァン、お主の積んだクンフーを改めて手ずから確かめるためにもな。そう来ると思いましたよ。うん、恐れ多いですが頑張ります。うん、若き剣聖殿は挨拶も兼ねて。ケビン、お主はアインより手加減抜きで揉むように頼まれておる。なんでやねん、たくあの人は。だがそうなってくると数合わせっちゅう意味ではそっちのお二人も入るんかな。さすがは第五位殿、噂に聞いていた以上のようだね。すごいすごい、偽装シャドウ二重掛けしてたのに。あなたマジかよ。それにお前はまさか。ラビスさん？ヤッホー、フェリー、アルティナも久しぶりだね。この体で会うのは初めてだけど、どう？似合っているかな？ああ、もちろんですよ。でも前に見た写真と違うような。なるほど、ヨルグマイスターに新ボディを用意してもらったんですね。うん、まだ慣らしの途中だけど。バンとベルガルドは2ヶ月ぶり、リーンは結構久しぶりだね。2年ぶりくらいかな。見違えたじゃないか、ラピス。ああ、もういろいろカオスすぎて突っ込みきれねえのはともかく。要は5対5の最終テスト、そういう思考ってことでいいんだな。ああ、数を合わせたとはいえ合同チームの勝率は3割くらい、その見立てを上回ってほしいものだが。はっ、上等だ。先生も本気で行かせてもらいますよ。リゼットさんも全力で行きますから。ええ、私も本気で参ります。はっはっは、行きやよし。やはり若者はそうでなくてはな。そんじゃあ久々にやり合うとしようじゃねえか、後輩ども。望むところだ。なまってないか確かめさせてもらう。クラウソラスの新モードの仕上げ、私も試させてもらいます。やれやれ、こないに熱血なノリになるとは思わへんかったけど。たまにはいいだろう、我々のような人種が熱くなるのも。いや、あんたと一緒にされるのはいろんな意味で恐れ多いですから。そりゃ言えてるかもな。告白人だもんね、ルンファスは。通信以外では初めましたか。スウィンとナーディアは別行動かい？ああ、里帰りをしている最中でね。改めてヨシナに、アークライド所長、それにリン君とは2年ぶり。23歳か、また少し見違えたようだ。ええ、
ルーファスさんは変わりがないようで安心しました。積もる話は後で、今は胸を借りさせてもらいます。 MK の方も含めて全員達人揃い、最大限に連携しましょう。アークライトさん。おう、フェリーに不良神父も全力で行くぞ。うら、こっちも覚悟完了や。ザイファによるシャード連携もセットアップ完了しました。それでは両者いざ尋常に勝負。指南していただいたシャード戦術見てもらいます。全力でお受けいたします。ガンガン行くぞ。遅い。炎よ、我らの息吹を。まだです。サポートします。炎よ宿れ。メッツ行かせて。全力で挑むぞ。シャードコマンド発動。やりました。こっちだ。そらそら。これがブリッツ。ここまでの後方支援が可能だなんて。戦術の幅がますます広がる。助かりましたケビンさん。ねえならザイファに言うてや。そこまでだ。手伝います。そこだ。非要件。砕け、ジュエルブレイク。行かせて。久々に揉んでやるぜリン。かかってきな。手加減無用だ。こちらも全力で行くぞクロ。全力で挑むぞ。レッドベイ。こっちだ。そらそら。行かせて。教えてもらった新型戦術の賜物かと。行くよ。二人ともさらに手強くなりやがったな。私もリンさんも日々成長中ですので。もうルーファスしっかりしなさい。何、このまま終わるつもりはないさ。敵は取ります。託します。真打ち登場。さて出番や。胸を借りますわ先生。いいだろう、成長を見せてみるがいい。お手並み拝見といこうか。ケビンさん。逃がさへんで。そこや。ハハ、堂々した時よりみなぎっておるな。先生こそギアをさらに上げすぎでしょう。どう
ご覧あれ。アクセル。いやー、終わりです。インフィニティシンカロ。頑張れルーガス。反撃の時間だ。そちらも支援は頼んだ。ラピス、相変わらずの連携ぶりですが、ここは崩させていただきます。手伝います。行きます。やあ、アークライドさん、ブースターチャージ消えろよ。覚悟を決めな。バンダライズライダー、支援します。支援します。頼みます。正々ルテン、我が立場を防ぐことはあたわず。灰の盾ルテン降臨。見事だ。ここまでかよ。やれやれ、なまったものだ。頼みます、ケビンさん。我が深淵にてきらめく刻印よ、その輝きをもって敵を撃て。走る空の清掃。離脱いたします。勝者 XY 合同チーム。ギリギリすぎんだろう。ですが、なんとか上回れましたね。ったく、まさか裏の手まで使う羽目になるとはな。あー、くそ、ちょっとサボりすぎたか。私もだ。今一度基本に立ち戻るべきかもしれないな。そう思えるくらいに若者が育った証でもあろうが。すごいすごい、ルーファスたちに勝っちゃうなんて。フェリーにアルティナ、リゼットもお疲れ様。リゼットさんはもちろん、ラピスさんもすごいシャード支援でしたね。ええ、どちらも第6世代の潜在能力を引き出しているみたいですし。フェリ様にオライオン様もお見事でした。新方式の武装モードも素晴らしいですね。いやはや、めったに見られない名勝負に立ち会わせてもらったよ。ギーギ、来とったんかい。あんたかよ。新型戦術の手応えは十分。マイスターに頼まれたラピス君の新素体のテストも良好のようだ。お近づきの印に宴席を用意している。どうかふるって参加してくれたまえ。
この2年半、我々は水面下で着実に、しかし無理のない形で準備を進めてきました。カルバードの、いや、ゼムリア大陸の未来を切り開く計画を披露できることを光栄に思います。その計画名はスターテイカー計画。有史以来誰一人としてたどり着いたことのない、人類に残された最後かつ最大のフロンティア。大気圏外の宇宙に手を伸ばし、通信観測衛星の打ち上げと有人宇宙飛行を実現する計画です。そもそも共和国の東、ゼムリア大陸東部においては1世紀以上前から原因不明の荒野化が進行しており、その謎を解明する手がかりが超高度からの地上観測で得られる可能性が高いことは指摘されていました。また映像も扱う動力ネット普及の観点からも、通信衛星がもたらす恩恵は絶大なものがあり、必ずや動力革命以来となる経済産業分野のイノベーションへとつながることでしょう。大陸中南部にそびえるイシュガル山脈、その奥地にある古くはコンロンとも呼ばれた秘境の盆地に築かれたロケット発射場、創設された航空宇宙軍の本拠地でもあるゼクー宇宙軍基地であります。初回は動力ロケットインディペンデント2による通信観測衛星の打ち上げ、第2回は有人宇宙飛行を想定した搭乗者の安全を確認するダミーユニットの打ち上げ、最後に宇宙飛行士が乗るユニットを格納した動力ロケットの本番打ち上げが行われる見込みです。栄えある初の宇宙飛行士候補は元共和国軍のエースパイロット。3年前の対戦において銀星翼賞を授与されたこちらのエミリア・ハーリング少佐です。航空宇宙軍少佐エミリア・ハーリングです。身に余る大役ですが微力を尽くす所存です。戦争なんかより上がりそうですし。国防の是非はともかく、争いより未来を向いているのは私も同感です。これらの目標を半年、いや4ヶ月以内に達成することをお約束しましょう。初回の通信観測衛星の打ち上げは1ヶ月後、カルバードの、いや全世界の皆さん、共に星をゼムリアの未来をつかみましょう。少佐、しびれる姉ちゃんだよな。私が来るなんて。宇宙計画の今後の日程は大統領府より順次公開される。
それが父が水面下で進めてきた重大発表って言ってたけど、まさかこんな内容だったなんて。宇宙？そんなところに人が行けるんですか？不可能ではないと思う。技術的ブレイクスルーは必要だけど。そういや、MK の方でも衛星とか使ってやがらなかったか？あれは超低高度衛星。あくまで大気圏内のスレスレを飛んでいます。大気圏外というのは確かに有史以来初めてとなるかもしれません。ええ、そしてイカルガが東の山脈を封じていた理由がやっと分かったわね。あ、計画を水面下に留めるための拘束、やっぱ大統領府に雇われてたってわけか。しかしこいつは間違いなくとんでもねえことになっちまうんじゃねえか。ああ、財阀企画以上の世界初の巨大国家プロジェクトの発表だ。これまで以上にミラと情報が集まって、表と裏が騒がしくなるのは目に見えている。スインたちは行っちまったが、少ししたら先生も戻ってくるはずだ。それまでこのメンツだけでなんとか 4SPG をこなしていくぞ。はい。高速回線の導入も前倒ししないと。で、アニエスさんはまた忙しくなるんじゃ。そうですね。でも生徒会長選挙ならアルベール君の立候補が決まっていますし、そちらのお手伝いをしながらですが、私もできる限り手伝わせてもらえると。及ばずながら私もお手伝いするわ。ニベールやそれ以外も忙しくなりそうだけど。こちらも MK 方面の情報を可能な限り集めておきますので。よろしく頼むぜ。イカルが同様計画に協力してんだろうからな。そうだ、ルネの野郎は無理だろうが、エレインからギルド方面の情報を。ちょっ、私にも手伝わせなさいよね。クランクアップしたばかりで余裕はあるし。びっくりしたけど、またみんなで一緒に頑張っていけるのは嬉しいな。ゲネシスの件もお父さん方面も気を配っておく必要はありそうだけど。アニエスさん、どうかしましたか？いえ、なんでもないですよ。頑張らなくちゃなって思っただけで。そういえばフェリちゃん、忙しくなる前に一緒に新しい服でも見に行きましょうか。あ、いいんですか？ぜひともお願いします。あ、できれば僕もって言えるわけないじゃないか。何恥ずかしがってんだ？俺様も付き合ってやるから遠慮すんなよ。じゃあ私は女優として最新モードを指南してあげようかしら。やれやれ。事務所の方もますます充実しそうですね。
しかし驚いたよ。クロウが MK 社とテスト契約を結んだのは聞いてたが、ルーファスさんの方も同じだったとは。ま、俺の方はフリーで動いてる分、あっちの所長と似てるかもしれねえが、あんたも同じタイミングでテスター契約したとは思わなかったぜ。どうやら共和国を中心に大陸各地を回っていたそうですが。ああ、帝国の地にオメと舞い戻れる立場ではないからね。共和国と北方諸国、自由都市圏に中東諸国などを行き来しながら、ヨルグマイスターが移籍したのもあって、こちらとも縁を結ばせてもらったわけだ。そのおかげで私もこうして新しい体にパワーアップできたしね。すごいんだよこのボディ、お酒に酔うこともできるんだって。それはすごいなって、君の場合飲酒はまだ早いんじゃないか。そちらは大人になるまでお預けだな。ナーディア君の成人あたりが頃合いだろう。でもナーディアと一緒ならいいか。やれやれ、ジョーちゃんは相変わらずだな。ちなみにスウィンさんとナーディアさんは里帰り中とのことでしたが。ああ、2人ともレミフェリア出身だからね。家族が残っているわけではないが。しかし若き牽制に教会方面はともかく、まさか1代目と2代目を両方抱え込むとは思わなかったぜ。ええ、帝国やクロスベルにおける過去の大事件の中心にいた方々、最上位のエース級といえる人材でしょう。せやな、こっちの所長も含めてグレーな人材確保に頑張りすぎとちゃうん。俺もかよ。ま、いわくつきは認めるが。あくまで社外契約テスターやから MK の人間ってわけでもあらへんけどな。それでもお互いすでに傷を持つ者同士、ギブアンドテイクしやすいのは確かやろ。 MK 社のシャゼはフェアネス、そうした人材と適切な関係を結ぶことで危機管理ネットワークを構築する目的もある。必要協会との様々な技術提携もその見地からというのはご理解いただきたい。その意義自体を否定するつもりはないが。ま、ホローとシャード技術方面については俺らにもメリットはありますからな。でもお兄ちゃん、今回のことも含めてそれだけが理由じゃないんだよね。ほう、成人の儀は済ませたのだったか。ならばどう見立てる。うん、私は最新技術や政治的なことはまだまだ勉強不足だけど、それでもクルガの巫女として少しは感じ取れることも増えてきたと思う。4月に発表されたあの共和国の計画、あれが大きな炎となって多くの息吹を高め、いろいろな流れを加速させている。いい流れだけじゃなく悪しき流れも含めて、こんな形で私たちを試しに呼んだのもそのことが原因じゃないの。フェリーちゃん驚いたな。クルガの娘さんやったっけ。私の留守中改めて一皮むけたようだな。まあ一番の成長株ではありますね。はい、眩しいくらいです。その感覚を忘れるな。巫女にとって何よりの資質となるだろう。この先に起きるかもしれない流れにお前なりに立ち向かう意味でも。皆さん、お待たせしたね。ささやかだが懇親を兼ねたもてなしとして立食でのハイティーを用意させてもらった。作りたてのフィンガーフードにサンドイッチ、
ファーストフラッシュにコーヒーはもちろん、バリスさんの生ドライフルーツをはじめとする各国のスイーツも用意したから堪能してほしい。おお、マジかって、あれはレマンの名店の。やったー、全種類ちゃんと味わわないと。すごいテンションですね。ラピスさんはまあ納得ですが。あんたらの所長、甘党なのかよ。ええ、まあ一加減をお持ちですね。あ、最近ネットでレビューブログも始めたみたいです。それは筋金入りみたいですね。って、どんな裏の解決屋やっちゅうねん。やれやれ。お互い一度死んだ身、改めてよしみを結ばせてもらおうか。恐れ多くはありますが、喜んで。ゼーマンさん、
この艶やかなフォンダンの中に濃厚な甘さのチョコバターケーキと甘酸っぱいアプリコットジャムが染み込ませてあるそうじゃねえか。それじゃあ一切れ、いや二切れ、ホール丸ごとちょうだい。ちょ、おまバン、このケーキすっごく美味しそうだね。ナーディアたちにも食べさせたいけど日持ちしないだろうし、しょうがないかな。え、いい、丸ごと渡してやってくれや。うん、いただくね。すっごく美味しそうなケーキでしたね。私もぜひ。で、バンさん？帝国の至宝、俺の女王が。一応予備のホールがバックヤードにございますので。
さて、盛り上がっているようで何よりだが、改めて私の方から挨拶をさせていただきたい。まずは今回の実践テストへの参加に心よく応じてくれたことに重ねて感謝したい。何分開発が急だったので懸念も多かったが、想像以上に素晴らしい成果を確認することができた。テストで判明した不具合については速やかに対処し、すぐにでもアップデートさせていただこう。社外テスターの諸君やそうでない方々も含めて、今後とも我が社といい関係を結んでくれると幸いだ。やはり底知れない感じがするな。ああ、黒の工房長ほど悪辣じゃないと信じたいところだが。同じくらい得体の知れない企業だとは思いますが。いやあ、今回は俺が来て正解でしたわ。うさんくさすぎてガイウスとか向かへんでしょうし、セリスとかひっくり返しかねんでしょうから。あやつの気質ではな。だがそういうお主は、この体については感謝してるけど、かなりの借りを作っちゃったのよね。ああ、マイスターの行為とは別にね。さすがはラツワン GM、 いや CEO 陣の意向かな。ご存知かもしれないが、現在我が社は共和国のサル計画に全面的に協力している。社内リソースの大部分を割いているため、いろいろ手が回らないところも出てきていてね。その意味でもしかしたら間接的な形で皆さんに何らかの打診があるかもしれない。もちろん強制でも何でもないが、興味があれば検討をお願いしたいところだ。ん？何かあんのか？アルティナさん、エプスタイン財団の帝国支部にも所属しているそうですけど。ええ、ひょっとして、うちからはなんとも。まあ昭和 GM ならではの裏技やな。さて、お堅い話はこのくらいにして、本日は諸君にホテルの部屋も用意してある。ラバンス市内の三つ星ホテルだ。どうか心ゆくまで疲れよう。失礼。いや、申し訳ない。たった今興味深いニュースが届いてね。カルバードからの実況中継だ。せっかくなのでこの場で映像を出そうか。先ほど大統領府より急遽発表された通り、2回目の動力ロケットの発射が行われるようです。3回目の有人宇宙飛行の安全性を確認する予行演習という位置づけとなりますが。何？予定だと2週間後では？前倒しされたということか。いよいよ打ち上げのカウントダウンが始まるようです。現地 3D カメラの接続許可も出たか。アールトン SC AR にしてくれたまえ。ああ、もうこんなの不意打ちやろ。でもせっかくや、かぶりつきで見させてもらうで。これはさっきと同じ AR 映像かよ。カウントダウンを開始。ディス、ヌフ、ユイト、セット、シス、サンク、カトル、トロワ、ドゥ、アン、ゼロ。
戻った。 AR で終えるのはここまでだ。あとはプロメテウス4からの映像となる。エリシオンでもたどり着けなかった場所か。となると本番の登場ユニットっちゅうんは共和国軍のアサルトフレームですが、あの機体バランスは。こちら通信観測衛星プロメテウス4、有人シミュレーション筐体 EXD とのリンクを完了しました。現在コックピット内気温20度、機密シールド正常、酸素濃度基準値クリア。これより24時間待機の後、帰還ミッションへと移行します。スターテイカー計画第2段階のフェーズ1が完了したことを宣言する。 EXD の帰還が成功した暁には第3段階も前倒しに実施されるだろう。本日の打ち上げは急遽前倒しとなったが、次こそは大統領府の事前発表がある予定だ。それほどお待たせはしないだろう。引き続き本計画への応援をよろしくお願いする。ゼク宇宙軍基地司令センターからの中継をお伝えしました。帰還ミッションの結果についてと今後の日程については判明次第。すぐに共和国に戻るとするか。ええ、どうやらいろんなもんが前倒しに動き出しそうですからね。各種中間報告は済ませました。私もこのまま出航業務に戻れます。じゃあ一緒に戻りましょう。お兄ちゃん、ミラベルさん、 GM さんに皆さんもお世話になりました。あの筐体のシルエット、もしかしなくてもあれが。ああ、俺たちが共和国に非公式に招待された主目的だろう。お二人の相棒と共にですね。俺の機体は帝都空港から民間の飛行船貨物に偽装して、クローの機体は自由都市圏からわざわざこちらに運んだんだよな。ああ、せっかく足場を固めてたのに現地当局に借りを作る羽目になっちまった。まあ各種交渉関連費用も含めて全部共和国が肩代わりしやがったが。そこまでしてお二人をどうしてバーゼル市に招待するのか、あのルーファスさんが動いているのもかなり気になりますし。さすがに
2年前のような怪しげな動きはしないと思うが、旦那は気にするだけ無駄だろう。あの GM とも気が合ってそうだしな。で、そういや、さっきのは何だったんだ。察するにエプスタイン財団方面で何かあるみたいだな。ええ、実はプラトー主任から連絡があったばかりなのですが。あ、来た来た。おーい、こっちこっち。時は至った。八王が一振りとして回転の地へ至るべし。国神との立ち合いの果て、己が誠の獲物を見出すがよい。シオンが届かなかった領域に手を伸ばしているのは驚きだけど、ルーファスはどうするつもりなの？立場上あまり目立つつもりはないさ。君の新素体の慣らしもあるからね。予定通りスウィン君たちと合流しつつ、バカンスとシャレ込ませてもらおう。ナーディアとスウィン、この体を見てどう思うかな。いや、前の体は見てないけど、溢れんばかりのキュートさやと思うけどな。さすがはローゼンベルク、そして君ならではの魅力なんやろう。そうかしら。そういうケビンも悪くない名前ね。70点、69点くらいは可愛いかしら。言いつつ渋めの点数やね。しかも言い直して下がっとるし。忖度しないのが彼女の美徳だからね。ちなみに私は85点だった。あんたもさりげにマウント取ってくるし。まったく。ともあれ、乗せてもろうて感謝ですわ。ダマンスの空港までとはいえ、 MK の送迎は遠慮したかったところですし。君の肩書きを考えると、直接乗りつけてもおかしくないだろうがね。第5位、千の守り手殿。いや、今は違うのかもしれないが、そのあたりもこんな形で我々に話を持ちかける理由なのかな。さすが元鉄血の筆頭にして世界をたばかった極悪人なだけはある。さっきはアークライドたちに先生もいたから話せへんかったけど、こっからは悪い大人のターンや。ある目的のため、しばらくの間あんたたちを雇わせてもらえへんかな。焚きつけすぎたかな。彼らをテストメンバーに選定したのはあくまで危機管理 AI の判断。まあ、ついでに他の諸案件を片付けさせてもらったのは確かだが。たく、あんたほんま性格悪いな。リゼットにくらい本当のことを教えたってもええんとちゃうか。だが今後を考えると確かに必要な布石ではあるだろう。事前連絡もなく早められた第2段階、すでに届いた第3段階の日程を考えると、
こちらもギリギリの対応となるはずだ。それは…なあ、もうあの池落ち大統領も何考えてんねん。いくら得体の知れない動きがあるからってあまりに急ぎすぎとちゃうか。とはいえ、こちらが難色を示せば食い込んだ足場を無駄にしかねないからね。定常は財団に丸投げで構わない。せいぜい関係者も含めて頑張ってもらおう。我々はあくまでリソースを集中するだけだ。共和国が進めるスターテイカー計画、いや大統領閣下の剣を突き立てる計画に。予想の数倍は盛り上がってるね。おっと、カンパネルラ、一体どういうつもりかね。メールを見たが、こちらを手伝えないとは約束が違うんじゃないのかね。ごめんごめん、僕も忙しくてさ、ちょっと表の状況が入り組みすぎてて裏を手伝う余裕がなくなりそうなんだ。今さらなんだね。だいたいハウッドもいるはずだろ。見届けは必要だろうが、それ以外はあの男とイスレあたりに任せればいい。いや、それがあのおじさん昨日から外国に出張したみたいでさ、適当に進めといてくれやって頼まれちゃったんだよね。なあ、まあ第三計画の一環らしいし、あの方も認められたみたいだよ。そんなわけで忙しくなりそうだから、片手間くらいしか手伝えないかな。もういい、ならば君には頼まん。まったくハウッドへ、日頃から私がどれだけ協力してやってると思う。こうなれば新人も含め動けるナンバーを手当たり次第。新人ね、両方それどころじゃなさそうだけど、他のメンツは厳しいとして、この二人ならいけそうかな。ごめんごめん、カンパ君、ちょうど生配信してたとこでさ。やあ、見届けを始めるみたいだが、追加の手が欲しくなったのかな。察しが良くて助かるよ。と言っても僕の方がメインじゃない。計画の裏、博士の案件のフォローを頼みたいんだ。はあ、例の MK 絡みだったか。博士か、お世話にはなってるし、遠隔なら手伝ってあげなくもないかな。よろしく頼むよ。裏とはいえ一応こちらにも関係しそうだからさ。あの方の最終計画、その第三段階たる英語回帰計画にね。どうもお疲れ様でした。完璧じゃねえか。少し重はゆいな。
こちら通信観測衛星プロメテウス4有人シミュレーション筐体 EXD とのリンクを完了しました。現在コックピット内気温20度、機密シールド正常、酸素濃度基準値クリア。これより24時間待機の後帰還ミッションへと移行します。シッスー、ウルリウルラレウロボロス、つーかロケット発射やっばー。今回は生配信できてマジ神ってるわ。ダミータそうだっけ、メッカワじゃん。で、同説数とんでもないことになってるんだが。うんうん、そりゃそうだ、こんな歴史的瞬間見逃したらバチクソ後悔するわな。人類は本当に宇宙にたどり着けるのか、今後も追ってくからついてきなよウロワ。それじゃあ今日はこの辺でおっつー、高評価チャンネル登録もよろと。